こんにちは、ひなです。今日はですね、遅くなってしまって申し訳ないんですけども、以前ですね、インスタグラムのストーリーで質問を集めさせていただいたので、その答えをしていこうかなと思います。本当に、ね、ありがたいことにたくさんの質問をいただきまして、でなるべくたくさん答えたいなと思っているので、テンポよく進めていけたらなと思います。すごい久しぶりで、約1年ぶりかな、質問コーナーはなんですけども、はい、いろいろね、ちょっと答えていけたらなと思います。ではまず一つ目からですね、YouTube の挨拶が田中ひなですからひなですに変わって、一人でニヤニヤしちゃいました。はい、そうなんですよ。これもね、あのコメントとかでもいただいてて、そう、ひなですっていう挨拶に変えました。まあなんだろう、いつかは変えようかなって思ってて、うん、まあ、シンプルに短く下の名前でひなちゃんとかっていう風に言ってもらえるんで、そっちの方がいいかなと思ってそうしました。まあ、でも全然田中ひなで YouTube も Instagram とかも、その名前は別に変えるつもりはないので、はい、ただひなですっていう短い感じに、ね、変えたっていうだけでした。続いて身長体重気になります。これ関連もすごい多くって、身長はですね162センチです。体重は一昨日測って 44.7 でしたね。まあ44から46の幅、月経とかもあるので、まあそんな辺をこう行ったり来たりって感じではあるんですけど、まあ、基本的に私の中で45が結構ベストというか、一番活動的になりやすいかなっていう数字ではあります。旦那さんとは暮らしてますか、こちらもですね結構多かったですね。別居婚ですかとか、まあ、いつから住まれるんですかっていう質問も多かったんですけど、今現在は旦那さんとは一緒に暮らしていないです。まあ、理由としてはこれも他の動画ではね話したこともあるので、ちょっと同じになっちゃうんですけど、お互いのスケジュールですね、お仕事のスケジュールで、まあ、すぐには住めないっていうのが、まあ、結婚するタイミングで分かっていたので、まあ、今現時点でも一緒にまだ住んでいないっていう、まあ別居婚っていうんですかね、の状態です。まあ一生ずっとこのままってわけではなくって、その一緒に住むっていうのを、まあ、目標というかに、まあ、お互いそのお仕事のスケジュールだったりそういうのとかを調整しているっていうところです。まだちょっといつになるかっていうのははっきりわかんないんですけども、この今年いっぱいでそういう風な動きができたらいいなとは思いながら動いている最中ですね。ひなさんのインスタの写真を勝手にロック画面にしてます。写真撮るとき気をつけてることなんですか？ありがとうございます。私なんかをって感じなんですけど、私がこういてっていう感じってことですよね、コーディネートとかね。まあでも背景を気にするかなって感じです。写真撮るイコールまあ、インスタとかに載せたりするってことが私の場合は結構多かったりするんで、まあ、お洋服の雰囲気とかでは背景を選ぶようにしてる。例えばモノトーンな格好で、まあ、緑いっぱい、お花いっぱいの自然いっぱいみたいな感じではないじゃないですか。まあ、どっちかっていうとちょっとこうかっこいいコンクリートとか、まあ、白壁とか、まあ、おしゃれなカフェとかいう感じのイメージ、ちょっと気にしてるというか選んではいるかなって感じですかね。あとはもう本当にとにかく、うん、スタイルよくどれだけ映るかなっていうのを気にしながら撮ってはいます。またショートにする予定はありますか？とってもお似合いだったので。これも多かったかな、髪伸ばしますかとか、このままですかとか。髪の毛はショートにはするとは思います。ただすぐにではないかなって感じで、うん、いろいろ髪の毛ロングとかしてみたけど、結構このボブくらいが、うん、しっくりきてる部分もあるので、まあ、これを一旦、うん、キープできるんだったらキープしたいなって感じです。まあ、他ちょっと前髪どうするかとかは全然まだ分かんないんですけど、まあでもショートもすごい楽だったんで、いつかまたやりたいなとは思ってます。彼とデートの時はちゃんとプラン立てますか、それともノープラン？基本的には、まあ、行き先は決めるけど、そこで何するかっていうのはノープランかもしれないですね。計画立てててもそんな通りにいかないので、2人とも性格的にのんびりしちゃうタイプなんで、今日はこれしようみたいなぐらいしか決めないんですけど、はい、そんな感じです。ポップアップなどをする予定はありますか？こちらもありがたいことに多くって、これはですね、はい、ちょっといい報告ができるんじゃないかなって思ってます。またね、それはご報告したいと思います。次ですね、ダイエットをするにあたって気をつけていることは何ですか？ダイエットでは、まあ、食事かな、なんか制限っていうよりはこう食べるもの
選んでるっていう感じかな。朝パン、昼パンみたいな感じとかはしないっていう、まあなるべくバランスよく食べようって頭の中で考えて選んだりはしてるっていう感じかなと思ってます。モチベを保つ方法を教えてください。モチベーションはまあね、なかなか難しいなとは思っているんですけど、まあ、とにかく好きなことをやるっていう、もう何でもいいと思うので、まあ、趣味とか、まあ本当リラックスできる時間は、ちゃんと作っておくと割と心は保てれるのかなっていうふうには実感してますかね。今のファッションに行き着く前どんなファッションをしてきましたか。そんなに大きくは変わってないんじゃないかなと思うんですけど、ダンスをやってた中学生とか小学生の時とかは割と BK ファッションっていうんですかね、ダボっとしたジーンズにダボっとしたパーカーに、なんかニューエラーとかのキャップかぶってみたいなコーデとかしてたし、高校とかくらいからはヒールショートパンツみたいな、まあ、時代もあるんでね、そういう格好をして、19とかくらいからは割と今っぽい感じなんじゃないかな。もうちょっと年齢によって大人っぽい感じには変わってきてるんじゃないかなと思うんですけど、そんな感じです。次、長く使えるお高めのバッグを買うならどんなものがいいと思いますか。いつも応援してます、ありがとうございます。私が持ってるのですごい良かったなって思えるのはアクネのバッグと MM のバッグは、まあ、お値段はしたんですけど、すごいやっぱり買って良かったなって思いました。で、私持ってないんですけど、次買うならって思うとジルサンダーのバッグ、まあ、ブランドが好きだからっていうのもあるんですけど、それは気になってますね。転職活動迷ってます。ひなちゃんが思う自分が本当にやりたいことの見つけ方を教えて。これはですね、私もいろいろお仕事を探してる時に、結局自分が好きなことってなんだろうっていうところで、探していったのが、まあ、初めですね。で、まあいろいろ話聞いてみて調べてみて、それで、あ、いやなんか違うなって思ったらまた違うの探したし、やっぱこれなんだって思ったらそれで仕事を選んだりとか、そんな感じでした。で、これは、まあ、私が実際にやったわけではないんですけど、話を聞いてすごいいいなって思った方法が、まあ、紙に書くっていうことで、まあ、何でもいい好きなこと、例えばファッションで、ファッションって、まあ、いろんな種類もあるし、例えば洋服を売るパターンもある、デザインを書くパターンもあるって、こういろいろこうつながるじゃないですか。で、そこからまた、じゃあお洋服を売るってことは店舗に立つ、いやそれともバイヤーさんとか、そういう風にこうつなげてってどんどん広げていって、そこから、あ、この仕事面白そうだなみたいな感じでやるといいんじゃないっていうお話を、前聞きまして、すごいそのやり方はいいなって思ったし、なんかいろんな見つけ方ができていいんじゃないかなっていう風には思いましたね。ストレッチとか足痩せのためにしたこと教えてほしいです。筋肉質でなかなか落ちません。足痩せは、私はもうマッサージが一番自分の足には効果的だったかなっていうのがあって、今でも続けてます。方法はだいぶ前にはなるんですけど、以前動画で出させていただいてて、それをずっと続けてるって感じです。サボることもあるんですけど、基本的には毎日やって、むくみの、まあ、ソックスとかをね履いてますね。ミニキュートだったり何かしらを履いて寝てます。好きなお酒は、飲む頻度は、これはですね、私お酒飲めないんですよ。全く飲めないので、お家でも飲まないし、友達と外食行った場合でも私は飲まないっていうパターンが多いです。初めて髪を染めるなら何色がおすすめですか。ナチュラルな感じでいいのであれば、オリーブ系はすごい透明感も出るし、ちょっと変わった感じ、赤抜けっぽい感じも出るし、ありなんじゃないかなと思います。割と私もそれでいつも染めてもらったりとかしてるので、でそれでトーンを選ぶとかでね、いいかなと思います。プレゼントして喜ばれたものなど教えていただきたいです。友人や旦那さん、どちらでも。旦那さんの場合は、Apple Watch を、まあ、あげてプレゼントしていて、今でもねつけてくれてるんですけど、なんか実用性がすごいあって、めっちゃ使えるっていう風に結構言ってくれるので、良かったかなっていう風に思ってますかね。で、あとはお友達は、すごいその友達がね、ボディクリームが好きな時期があって、で、あ、好きだったら、じゃあこの香りいいと思うと思って、私のおすすめのものを渡したんですよ。したら、その香りがめちゃくちゃ好みだったらしくって、まあ、ボディクリーム、他のものもあったので、違うものをその友達は買ってました、そこのブランドでね。っていうのもあったんで、そんな感じかな。
すでにお答えしていたらごめんなさい。1228と刻印されている素敵なスマホケースはどこのですか。ちょっと今スマホケース一瞬変えちゃってるんですけど、あれはメゾンドサブレっていうところの、スマホケースですね。ここら辺に写真が出てると思うんですけど、文字だったり名前とかでいろいろできるのですごくおすすめのブランドです。ひなちゃんってもしかしてストーンズ好きですか。好きですね。このジャニーズ関連とかもすごい多かったんで、また答えていこうかなと思ってるんですけど、友達の影響で、まあ なんでしょう、そこまで詳しくはないんですけど、見てたりとか、うん、かっこいいなと思って見てます。サテンキャミソールを着るとき、その中のインナーは何を着てますか。これは、ブラトップですね。ブランドはワコールかピーチジョンが多いかな、ブラトップは。で、それでもちょっと心配だな、脇の部分が見えるのかっていう場合はチューブトップとか、さらにその上に着てキャミソールとかを着るようにしています。福岡のおすすめのカフェ教えてください。一応インスタグラムとかに行ったカフェとかはタグ付けたりして載せてるので、またそれとか見ていただけたらなって思うんですけど、ちょっと私が今気になってるカフェでもいいですか。それをこの辺にちょっとバーっと載せておきます。はい、結構おしゃれなとこ福岡はね多いし、いろいろできてたりするので、はい、めちゃくちゃおすすめです。付き合う前彼氏になるならという目線で会ってましたか。違う場合どんな気持ちで会ってた。そうですね、まあ彼氏になるならっていう恋愛対象の目で見てたかな。うん、まあ紹介だったので、お友達のね共通のなんで、まあそういうね恋愛対象というか、そういう目線でそもそも見てたかなって感じでした。何か始めたいこととかありますか。今はピラティスにすごい興味があります。本当に運動不足なんで、いろいろ調べてたらピラティスを、ちょっと体幹が本当にやばくなってきたんで、やりたいなって思ってますかね。ウェディングムービーの内容はどうやって決めましたか。ウェディングムービーの内容は、撮っていただいたゆうきさんっていう方にほぼほぼもう決めていただきました。まあ、なんですけど、一応こう私たちのイメージというか雰囲気とかを伝えましたかね。ナチュラルな雰囲気がいいとか、あとはインスタグラムでたくさんいろいろ載ってるので、こうイメージの映像とか、こういう雰囲気が好きですとかっていうのを伝えた上で、あとはもうお任せしたっていう感じで、本当に素敵なものをね撮っていただきました。キャミソールとか肌が見える服を着ると彼氏が嫌がるんですが、私は可愛いから着たいんです。どうしたらお互いいい気持ちで着れますかね。パートナーから言われることありますか。どうだろう、言われたことあったかな。あんまない気はするんですけど、なんか無視して着ちゃうかなっていうのがあります。好きなものは着たいっていうのがあるんで。そっか、でもまあ、理由というかね、まあ、ちょっとそれについて話して、ちゃんとね話してみて、なんで嫌なのかとかで、まあ、キャミソールの上にじゃあシャツ着るのはどうかな、ダメかなみたいな提案とかしてみたらどうでしょうね。好きなものは着たいですよね。次、ファッションセンスを磨くにはどうしたらいいですか。たくさんいろんなコーディネートを実際にしてみるって感じかな。もう昔のとか見たら、なんでこんな組み合わせしたんだろうって思うこともあるし、全然今でも思うことあるし、でもなんかそれで結構、あ、これはダメだったとか、この組み合わせ意外と可愛いじゃんって勉強になるし、まああとは本当雑誌とか、今は SNS とかもあるから、それでいろんなおしゃれな人のもう真似ですね、真似から入るのが結構いいと思います。生理前の辛い時の対処法を教えてほしいです。これも多かったですね。生理前の辛い時とかは、私は本当に眠気がすごいんですよ。もう眠い、とにかく寝ても寝ても眠いんで、まあ、まやかしてますかね。まあ、どうしても無理な時もあるけど、だいたいわかるじゃないですか、スケジュールというかね、その調子悪くなるだろうなみたいな。だからその時に合わせてあんまり予定を入れなかったり、もう本当にリラックスする日にしてたりとかはしてるかな。まあそんなうまくいかないこともありますけど、まあそんな感じになるべくリラックス。よく買うブランドは、よく買うブランドは、まあでもザラとかは結構見るし、あとはイエナとかはすごい好きですね。スローブイエナとかですかね。まあでもそんなに別にこだわりはないです。いいって思ったものを買ってるかな。結婚して変わったことはありますか。結婚して変わったことは、まあ、名字かなまだ慣れてないですね、あんまり新しい自分の名字にね。まあでもそれぐらい、多分まだ一緒に住んでないんであれなんですけど、住み始めたらね、またどんどん変わってくることとかも出てくるかなと思うんですけど。スタバのメニューで何をよく頼みますか。キャラメルマキアとかソイラテが多いかな。昔は絶対フラペチーノだったんだけど、もうね全部飲みきれなくなってきちゃって、
はい、そこ2つが多いですね。好きな人と6回くらいデート行ってるんですか、まだ付き合いません、告白しちゃうべきですか。できるんだったらしちゃっていいと思います。あ、いいと思うな。私は多分あんまり自分から言えないタイプだから、言えるんだったら言ってみていいのかなっても思うし、相手がどんな感じなんだろう、自分に対してっていうのが分かってたらでも言いやすいかもしれないですね。どうなんだろう、ちょっと気になるのでまた教えてください。マスク生活で気をつけていることは何ですか。肌かな、もうとにかくやっぱ外した後とかって結構ね乾燥とかしちゃうから、とにかくスキンケアは前以上に気をつけるようにはなったかも。保湿とかですかね、毛穴とかね、ですね。ご結婚おめでとうございます。カップルと夫婦で変わったことはありますか。ありがとうございます。これもあんまないかな、カップルだった時と結婚してからっていうのは、またこれも本当一緒にちゃんと住み出したら変わっていくかもしれないけど、お料理好きですか。好きですけど全然作らないです。いや、もう作んなきゃと思ってるんですけど、なんかもう本当簡単なものでいいかなって思っちゃうんで、良くないなと思ってます。はい。結婚の決め手は、結婚の決め手か、なんか感覚が似てるなっていうところで、あ、もうこの人とでっていう感じはあったのかな、付き合ってる頃からなんですけど、好みとかですかね。もう全部の感覚、金銭感覚とそれも含めてって感じですかね。ひなさんが20歳の頃にしていて良かったこと、経験や体験などありますか。ひなさん大好きです、ありがとうございます。20歳ってことですよね、成人式だから。あ、でもその時に結構いろんな友達と再会したりして、またそこでこうつながったりとかして広がったかなっていう、その成人式が終わってなければ友達と再会してたくさん話してみるといいんじゃないかなと思います。いろんな発見がある、その時には話せなかったこととかもあるからよかったかなっていうのもあるし、まあでもあとは、働いてたんでいろんな大人の方たちとね、自分より年上の方たちと働いてていろんな世界を知れたのかなって思うんで、本当になんかいろんな人と関わってみるといいかなって思いますかね。それは結構勉強になった、二十歳の時のタイミングで。一番肌荒れとかしないんですか。めっちゃ肌綺麗で羨ましいです。そんなことないんですよ、もう全然。この年になってきて結構気になり出すこと増えてきてしますね。全然やっぱ生理前とかできちゃうし、とにかくでも気をつけたり、あんま気にしすぎないようにしてるかもです。肌荒れ気にしすぎると遅く感じちゃうんで、体感ですけど。はい、お仕事は今何をされてますか。お仕事は今、こういう SNS 関係のお仕事をさせていただいたりだとか、あと今ブランドのお仕事をですねさせていただいてて、ちょうど去年くらいからそのお仕事にシフトさせていただいたかなって感じです。質問じゃないんですが、一緒にトレーニングをする動画とかあったら嬉しいです。モチベにします、ありがとうございます。わ、これ参考になるかな。もう本当に私全然自己流だからなんですけど、まあでもなんかそういう作業系動画とかは、BGM とかすごいね、いつも上げてる YouTube の好きなんでっていう風に言っていただいてるので、何かしらそういうのはちょっとやりたいなとは考えてます。またなんかそれ気になるのあれば、これやってほしいとかあればぜひコメントお待ちしてます。好きな女優さんはいますか。好きな女優さんは、私堀田真由ちゃんがすっごい好きなんですよ。もうめっちゃドタイプの顔で、あ、この子可愛いって、試合の時だったかな、ドラマでその時初めて見て、すっごい可愛いこの子って思って、そこからもう推してます。めっちゃ可愛いと思って、あんな透明感が欲しいです本当に。はい。今使っている香水は何ですか。今使ってる香水は、まあ、その日に合わせてコロコロ変えちゃうんですけど、割と今の時期が多いのは、これは絶対持ち歩いてるかな、このレプリカですね、ビーチウォークっていうちっちゃいやつなんですけど、でも大きいのが欲しいなって思ってます、このブランドので。夏で割とさっぱりが好きなんで、このジョンマスターのボディーミストですかね。また香水の紹介とかもできたらなと思います。旦那さんと一緒にいる時に心がけていることやルールはありますか。ルールとかは別にないんですけど、私はですけど、なんかこう感謝の気持ちというか、そこの部分は忘れないように、なんかちょっと何かあってもありがとうとかごめんねとか、そういうのは
言うようにはしてるかなっていう感じですかね、そこの部分は忘れたくないなって思います。ずっと今までで一番お金をかけてよかったって思うことは何ですか？海外旅行かな。ありきたりかもしれないけど、でもやっぱすごい良かったなって思います。行ってすごい世界広がるし、そう、そんなに海外の良くなかったんですよね。今までいいなとは思ってたけど、別にそんなお金出してまで行かなくてもいいかなっていうタイプの人だったはずなんですけど、やっぱ行くとねめっちゃ楽しいってなって、そうまた行きたいなって思ったし、まあね今は難しいかもしれないけど、やっぱそれはすごい行ってよかったなって思いました。成人式の前撮りの時は髪の毛どれぐらいの長さでしたか？髪の毛はめっちゃ長かった。このぐらいなのかな。昔の YouTube とかで長い時期があったんですけど、それぐらい長かったかな。前髪も全部長かったから。でも今だったら私はなんかショートとかにしたいなって思います。キンプリは今でも好きですか？誰推しですか？これ多かったんですよ。すごいフォローしてるからですよね、 SNS とか。私が好きですね、もうだいぶ前から好きなんですけど、誰推しっていうのがないんだよな。なんかみんな好き、もうみんなもうまるっと可愛くてかっこよくて、で本当同い年同年代なのにすごいなと思って尊敬してるって感じなんですけど、うわー誰だろう、もうみんなかっこいいごめんなさい、全員推しです、もう欲張りでごめんなさい。はい。日々活動的でいることができるのはどうしてですか？ひなちゃんみたいにアクティブになりたい。全然そんなことないですよ。もうだいぶマイペースというか、結構友達とかからは本当にインドアだよねって言われちゃうまあでもやることはだいたい1週間とかで決めてるので、メモに全部書いてるんですよ私携帯の。でそれをこう消していく感じで、タスクを処理していく感じではやってます。今日は絶対これをやるみたいなのは決めてるかな。なんかあんま大したことじゃないかもしれないんですけど、はい、ですかね。彼と長続きする秘訣は何ですか？でも謝るってことかな、自分が悪いと思ったら。まあ大きな喧嘩とかは今まであんまないけど、自分が悪いなって思ったらすぐ謝るように私もしてるし、ずっと喧嘩しっぱなしが苦手なんですよ。もうこれは彼とだからとかじゃなくて、友達とかそういう喧嘩とかが嫌なんで、なんかもし自分がダメだなって思ったら、すぐ謝ったりとかはしてますかね。皆さんみたいな方がお友達にいたら本当にいいなと思ってます。大好きですありがとうございます。もう嬉しい、本当にそんなこと言ってもらって。全然こんな私でよければぜひお友達になりましょう。はい。体型維持のために夕ご飯で気をつけていることありますか？まあでも炭水化物系はあんまり取らないかな。まあもともとなんかそっちの方が楽だからっていうのはあるんですけど、まあでも好きなものは食べてます。ひなさんが思う素敵な女性像はどんな方ですか？笑顔がすごい素敵な方かな。可愛いとかそういうのではなくって、ハッピーオーラがなんか自然と何て言うんだろう出てるように見えたりしません？だからそういう方はやっぱすごい憧れちゃうし、基本的な礼儀だったりとか、誰に対しても優しかったり、そういう方は本当に理想としてる女性像かなって感じです。ひなさんはどういう時に怒ったりイライラしますか？いつも穏やかで落ち着いていて尊敬してます。イライラ全然ありますよ。あんまりわーって怒鳴ったりとかはしないのかなとは思うんですけど、全然お仕事しててうまくいかなかった時とかはイラってしちゃうしなんでみたいな、なんで全然パソコン動かんのとかなっちゃいますよ全然復縁ってあり派ですか？あー別れ方によるんじゃないかな。なんか自然にこういろいろ理由があってで、ね、お互いねまた再会してとかだったら全然ねいいのかなと思うんですけど、別れた原因によるかなってわかんないですけど私は思います。専門学生なのですが、普段使いしやすいおすすめの腕時計ってありますか？いつも見てます。ありがとうございます。腕時計はいろいろ使っているんですけど、これ前動画で紹介したんですけど、このウィッカの時計はそうデザインもシンプルだし、そうカジュアルにもかっこよくにも使えちゃうん でしかもこれレザーじゃないタイプとかもネットとかにあったりするんでいいかなと思いました。ひなさんと同じ髪型にしたいんですけど、ひなさんと同じ美容師に行ってもいいですかね？全然もう私の担当してくださってる美容師さんめちゃくちゃ喜ぶと思います。もう本当にもうずっと担当してもらってるりなさんにしてもらってるんで、ぜひぜひ福岡のね今泉にあるんでぜひ
皆さん行ってみてください。もうとっても可愛くナチュラルにね仕上げてくれるんで、はい開いてしまった毛穴のケア方法を教えていただきたいです。もう本当にやばいですよね、開きケアなんていうのかな。もうマスクしだして本当に私も解消したい部分でもあるんですけど、保湿なのかなって思ってて、ビタミン C 系のもの使ってみるとか、とにかくもう保湿保湿命って感じでやってます。自然光でメイクしているはずなのになんだか厚塗りになってしまいます。あーなるほど、もしかしたらですけど、自然光ってやっぱね綺麗に日当たるからめっちゃ綺麗に見えるじゃないですか。だから私もそれでやったりするんですけど、あれめっちゃなんか今日濃いなって思うことあって、それって部屋が自然光より暗かったりすると逆光になるじゃないですか。それがあってちょっとこの部屋との光具合でもしかしたら逆にバランスが取れてない場合なのかなって思いました。私の場合がそうだったんで、だから本当にこう部屋の状態も明るくてでやる方が意外と綺麗にできるのかなっていう風にも思ったりします。前髪切るか伸ばすか迷った時はどうされてますか？切っちゃいますかね。最近は短いんで、長かったらすごい躊躇しちゃうけど、もうこれ難しいですよね。毎回本当に悩んじゃう、どうしようかな前髪って感じです。次、座右の銘や大切にしている言葉ありますか？これもね多分1年前に言ってるかなと思うんですけども、人生を変えるってことは行動を変えるっていうことっていうのはすごい心に響いて、はい、まあなんか人生変えるんだったらちゃんとしようみたいな感じでいますかね。今一番買いたいもの、美顔器をちょっと狙ってます。何がいいのか悩んでるんですけど。ひなさんと同じ栄養学生です。課題が多すぎて死にそうなのですが、どのように課題をこなしていましたか？また学生時代の一日の過ごし方を教えてほしいです。もうねめっちゃ必死だったの覚えてます。当時もうとにかくやるしかないと思って、学校で残ってやったりとか、めっちゃ夜遅くまで終わらなかったらやったりとかしてたかな。あとはでも通学に時間がかかってたので、あんま残りたくない、遅く帰りたくないっていうのもあって、もうなんか授業中にできることはとにかくやってたもうバーってもう相当集中してやって、もう帰りたいがゆえにっていうのはすっごいもうとにかくやってたかな。でまあ一日ですよね、朝普通に起きて、すごい当時すごいなと思ったのはちゃんとメイクして学校行ってたんですよ、髪セットして。だからすごいなと思うんだけど、それもして学校行って、着いてからは、まあ、普通に、まあ、授業始まるまでに例えば課題やらなきゃいけないとかだったら朝着いてやったりとか、電車の中とかでもやってたで、授業普通にバーって受けて、まあバイト、まあそんなに入れれなかったんで私は、バイトも平日たまにあったらそのまま帰ったりもしてたし、まあ、バイトがない日はそのままお家に帰って、まあ、家で課題があったらやってて、あんまり参考にならないかもしれない。夜やるより朝やる方が私はしやすかったんで、朝早く起きてやったりとかはしてたかもですかね。遠距離の時月に何回ぐらい会っていましたが、レウリーのキャンバスバッグ母にプレゼントしたんですけど、とっても喜んでいました。私も嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。結構そうお母様と一緒に使ってますっていうのをいただいてて、いろんな方からめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。遠距離の時は月に1回、でも2ヶ月に1回とかぐらいのペースだったかも。旅行に行けるようになったらどこに行きたいですか？国内でも海外でも。でも韓国には行きたい、すぐにでも。やっぱコスメとかスキンケアとか、なんかその場でちゃんと見たいっていうのもあるし、選びたいっていうのもあるかな。自分に自信を持つにはどうすればいいですか？いつも相手からどう見えるのかを考えてしまいます。これはですね、もう自分は自分、人は人って感じで思った方がいいかなって。私も本当に人の目気になってたし、すごい比べちゃってた。別にそのつもりはないんだけど、自然とそうなってたのかなって思うんで、まあ別に自分は自分だから、もう自分はこれそっちの方が人生絶対楽しいしって思うようになってからの方がすごい気持ちも楽になったから、なんか結構ラジオとかでもねこういう相談いただくんですけど、それが絶対いいと思うし、自分で自信を持つってもういろいろね、自分磨きとかも絶対ねもうされてあるだろうから、ってことはもう本当に変わっているはずなんで、全然自信は持っていいですよ。それはね、相手のことを周りを見てちゃんと行動しなきゃいけない部分もあるけど、だからってそのどう見られてるかとかそんなのはね
気になっちゃうかもしれないけどいいんですよ。私も最近本当に特に思いますかね。姉妹喧嘩とかしないですか？全然します。もうしょっちゅうなんか洋服とか全然口喧嘩とかします。なんか結局笑っていつの間にか仲直りしてるんですけど、はいですね。朝起きて一番最初にすることは何ですか？歯磨きかな。はい、待って、何時かなって確認するのが一番初めですね、まずは。はい、で歯磨きです。はい、眉毛サロン行ってますか？お手入れ方法教えてほしいです。 2,3 ヶ月に1回くらいに行ったりもするし、まあ、1年全く行かなかった時期もあるんですけど行ったことはあります。行く方が眉毛綺麗に整えてくれるし、産毛とかそういうのとかもほんと綺麗に、あのワックスとかでねすると思うんでめっちゃ綺麗になるんで1回行ってみるのはいいんじゃないかなと思います。でもそんな頻繁に毎月1回とかは行ってないですね。あとはもうパパッと抜いたりカミソリでちょちょっとやっちゃったりって感じです。お仕事で嫌なことがあった時の立ち直り方はありますか？なんか無になるかな。お風呂のなんか湯船に浸かってぼーっとしたり、寝ながらぼーっとしたりとか、瞑想まではいかないけどリセットする感じは作ってあげると、なんかすんなりそのあ嫌だったなとか、うん、っていう部分を飲み込めれる気がしてたりね、まあ、どっちにしろやんなきゃいけなかったりとかするじゃないですか、お仕事とかって。だから嫌だな嫌だなって感じより一回こう無理になってリセットして今ならいけるみたいな感じの状態を作ってやったりとかはするかもしれないですね。美容医療って何かしてますか？美容医療はしたことないですね。興味もあるけどどうだろう、なんか痛そうで、うん、やったことはないですね。占いは信じてますか？星座占いとか信じちゃいますかね。占い結構好きなんで結構見ちゃいます。昔の動画と見比べてみてさらに可愛く明るけだと思うのですが、何を一番意識しましたか？ありがとうございます。確かに昔とは全然違いますよね。垢抜け方とかも結構質問いただいてたんですけど、でもメイクなのかな。今って、まあ、私パーソナルカラー診断とかしたことがないんで実際は分かんないんですけど、イエベで秋なのかなみたいな、だからそういう色多かったんだけど多分スプリングタイプですよみたいな感じでコメントでよくいただいてたので、そっちの色とかをこう取り入れることによって割とこうやっぱね、顔周りがこう明るくなるというか、そういうのも感じたりもするし、あとはむくみ、昔と比べて本当にあるのは、まあ、その痩せた部分もあるかもしれないけどむくみをがすごい取れたなとかいうのがあるんで、なんか本当にそれにいいような感じで、あんまり顔は私ゴシゴシしたくないのでこのリンパの部分をこうスキンケアしながらやったりだとかやってるんで、そのむくみとかは、うん、ダイエットとかももししてる方がいるんだったら、うん、そことかも気をつけてみると変われるのかなって思います。だいぶむくみで変わりますからね。旦那さんとの結婚は付き合って何年くらいで意識しましたか？付き合って1年の彼氏がいるんですが今すぐにでも結婚したいと思ってます。素敵じゃないですか。結婚は私たち4年ほどお付き合いをして、で今ちょうど5年目になるんですけど、1年くらいかな。でも私もなんか別に言ってはないですけど彼に、まあもうこの人と結婚してもいいんじゃないかなっていう風に思ったりとか、結婚したらどうなんだろうっていうのを意識してたかもしれないです。まあでも2年3年になる前くらいとかにはなんかそういう話をさらっと私の方から言ってた気がする彼に。何もない日は何してますか？何もない日はひたすらゴロゴロダラダラしてるかも。全然一日中パジャマでいちゃうっていうこととかもありますね。全身写真はいつも妹に撮ってもらってるんですか？それとも旦那さんですか？妹が多いのかな、まあ、妹、まあ、旦那さんもありますし友達とかもあるしですね、いろいろです。その時によってって感じかな。遠距離を乗り越える方法を教えてください。遠距離を乗り越える方法、あでも楽しんでた部分はありますね。私は遠距離を会えない分寂しいし、でもその期間って会えないから帰れるじゃないですか、自分磨きの時間にできるから、じゃ次会う時までにじゃあなんかこういろいろあれしようとか、おしゃれしちゃおうとか髪型変えちゃおうとか、そうなんかそういう時間
として、あんまりその遠距離をネガティブなイメージには持ってなかったかもですね。もちろんね、ちょっと心配になっちゃう部分とかもいろいろあるけど、それを楽しんじゃえっていう感覚だったかもしれないですね。お友達にあげる誕生日プレゼントをいつも迷うのですが、ひなちゃんだったら何をあげますか？わかります、めっちゃ悩みますよね。なんか人によるんですけど、私たちがすごいたまにやっちゃうのは、もう直接一緒に出かけて、でそこでこれが欲しいとか言ってたのをこそっと買ったりするパターンもあるし、逆にこれ欲しいって言ったら、じゃあこれプレゼントにするね、誕生日のっていうパターンも、まあありました。今までは、でも今だったらルームウェアとかいくつあってもやっぱいいかなって思うんで、ありかなって私は思ったりもします。もし赤ちゃんを授かったとしたら YouTube ママ系になりますか？そうですね、どうだろう、どうなるんだろうって感じはあるんですけど、そのママ目線にはなるかもしれない。今まで通りファッション系とか、なんだろう、コスメとかゲットレディウィズミーとか全然続けていこうかなって思っているんですけど、例えばなんか時短でできるものとか、洋服もなんかね、動きやすいものとか、それにはなっちゃうかもしれないけど、そんなに変えるつもりはないです、今のところは。はい。いつも優しくて可愛いひなさん大好きで憧れです。コーディネートを組む際はどのようなことを大切にされてますか？あと可愛いものを知るツールを教えていただきたいです。ありがとうございます。コーディネートを組むときは、TPO 行く場所とか、それに合わせて色合いだったり、洋服の系統とか、系統雰囲気かなは選んだりとかはしてますかね。スタイルがあんまり悪くなるような感じは選ばないかも。バランスを見ますかね、自分の体型で鏡しっかり見て。可愛いものを知るツールは、まあでもインスタグラムが多いかも。インスタグラムと、あとはピンタレストですね。ピンタレストは結構いろいろ情報とかおしゃれなものとか出てくるんで、その2つが多いかなって感じです。プロポーズされてから具体的にどう行動されましたか？プロポーズを受けて、その本当すぐに、私のお家にですね、に、彼が来てくれて、まあ挨拶というか、付き合ってた頃から家族で仲良くはしてたんであれだったんですけど、まあちゃんと改めて挨拶っていうのをして、でその後私も相手側の家族だったりに、挨拶をして、その後に両家顔合わせっていうのもしました。で、その後に婚姻届を、まあ、書いて、で提出してから、まあ、私の場合は、ね、手続きとかも結構あったんで、いろいろ名字も変わっちゃったりとかするんで、で、まあ、それで私はもうアダプターいろいろね、いろんなものを変えたりとか動いてたって感じでしたね、その時は。卒業パーティーにおすすめのドレスのブランドはありますか？卒業パーティーは、まあ見るとすごいやっぱ可愛いのがあるなって思うのは、リリーブラウン、フレア ID とか、そのあたりはやっぱすごい可愛いのがあるなって思うし、ちょっとお値段するけど、クラネとかもすごいやっぱ可愛い、リムワークとか、あと、まあ自分の私のブランドにはなっちゃうんですけど、これとかもすごいいいんじゃないかなとは思います。でも結構ザラとかでもね、お手頃なものとか可愛いね、普通にセットアップとかでも可愛いじゃないですか。だからいっぱいあると思います、今特に。はい。秋コスメ何買いますか？まだね、何にもチェックできてないんですけど、でも RMK のコスメ、新作のアイシャドウとかはめっちゃ可愛いなと思って、はい、もう期間だいぶ経ってるんですけど、気になってはいますね。服を買う時の基準、大事にしていること、気にすることは、まあいろいろあるけど、まずはビビッとくるもの、自分の中でこれ可愛いってなるのが結局やっぱ一番かなって思ってて、でまああとはだいたいそれでコーディネートこれ組めるかなとか、自分の持ってる元々のアイテムでできるかなっていうのを考えてから買ったりはします。結構でもお買い物に時間かけちゃうタイプですね。朝の準備するときはメイクから決めますか？洋服から決めますか？メイクかな、ついついね、メイクだいたい洋服に合わせてする方がいいと思うんですけど、つい私はメイクを先にしてからやっちゃいます。そんなに色を変えてないからかもしれないですけど。ひなちゃんのお洋服の断捨離頻度と手放すものの基準について教えてほしいです。断捨離の頻度はシーズンごとかな、まあその春夏秋冬まではいかないけど、まあ夏と寒くなる時期ね、秋冬前とかくらいでは一回整理、衣替えみたいな感覚をしつつするかなっていうのと、手放す基準はそれその年来ましたかっていうのを、自問自答してる私ね、下手くそなんですよ。だから
妹とかにどう思うとか言ったり、でも来てなかったやんって言われたらはいって言って手放したりとかするかなって感じですね。彼氏が毎日でも会おうとしてくるけど私は忙しい時どう断ったらいいですか？もう素直に忙しいからって言ってあげる方がいいのかなと思います。変に嘘ついたりとかしない方が、すんなりとその彼も受け入れてくれるんじゃないのかなと思いました。今大学3年生です。大学生のうちにしておけばよかったなと思うことは何ですか？就職前だからいろいろあるけど、例えば青春するとかもちろんこうバーってあるけど、いろんなお仕事があるんだっていうのを知っておくと結構いいかも。今3年生ってことだったんで、社会人になって知ることとか多い、こんな仕事あるんだって思うこととかもあるから、なんか別にそこに働きたいとかじゃなくて、こんな仕事あるんだっていう発見しておくといいかもしれないですね。最近人生うまくいかなくて悩んでます。ひなちゃんはこういう時どうしてますか？今はね、うまくいかないけど、あ、でも今うまくいかないんだったら次うまくいく時が絶対来るって思って、あんまり深く考え込まないかなって感じです。これもね、占いつながりになっちゃうかもしれないけど、やっぱその周期みたいなのとかって一回なんか本とかで見たらあったから、なんかそこの部分とかを見て、あ、今うまくいかないんだ、でも次いいこと絶対あるから、じゃあ今を信じて頑張ろうみたいな感じでしてるかなっていう感じですかね、経験とかだと。はい。ひなちゃんのストレス解消法は何ですか？話すってことかな。家族とかにね、イライラしたりしちゃったら話すってさっき言ったんですけど、まあそれもそうだし、あとは別にその悩みとかそういうことは除いて、まあ、誰かお友達でもいいんで、ちょっと話すだけでも気が楽になったりしません？全然関係ないこととかでも話すと気持ちがなんかね、楽になったりとかもするし、ストレス発散全然なったりするし、たわいもない会話するだけで結構楽しいじゃないですか。だから話すってことかなって思います。ひなさんは旦那さんにイライラした時どうされてますか？その時と場合にもよるけど、割とちゃんと伝えてるかもですね。溜め込まないというか、後で言うより今言った方がいいんじゃないかなって思います。まあもちろん今言うべきじゃないよなっていう時もあるとは思うんで、そういう時はちょっとまたね後から言ったりもするけど、一応言ってますかね。ひなぷの読み方はひなぷですかひなぴーですか？よければ由来が知りたいです。さっきちょっと言っちゃったんですけど、ひなぷですね。小学校からずっとひなぷっていうあだ名があって、中学校高校でまた大人になってからもずっとそのひなぷっていうのがこうなんでか嬉しいことにですね、こういろんな人に伝わってひなぷって言われたり言ってくれるんで、なんかそのままアカウント名とかもひなぷとかですね、続けております。まあ全然呼び方なんでもいいです。だいたいひなぷっていう感じです。はい。おうちデート何したらいいですか？おうちデート、そうですね、これは私の理想ではあるんですけど、やりたいなと思っていることは、あのね、絵を描くっていうのをやってみたいんですよ。なんかよく韓国のカップルの方とかやってるイメージが私はすごいあって、もうキャンバスとかにこうひたすら自分たちのね、思いつくままに絵の具でペイントするのとかすごい楽しそうだなと思って、いいなと思うし、あとは料理とかかな、カフェもどきみたいなのとかやるのも楽しそうだなと思って、なかなかできないかなって思うんで、そういうのとかはちょっと理想なんですけど、やってみたいなって思いますね。ネイルのデザインはどのように決めてますか？ネイルのデザインはその時の気分の色がまずあるのと、まあ、あとはなんかいろいろね、デザインの写真とかを見て、あ、このデザイン可愛いからこういう感じの雰囲気とか、あとはまあそのピンタリストの画像とかでこういう絵柄がすごい可愛いからとか、色合いの組み合わせが可愛いからっていうのをもうネイリストいつもねしてもらってる子に伝えて、でそれをもうあとはお任せって感じでやってます。はい、っていう感じで結構たくさんの質問をね答えさせていただいたんですけど、こんな感じでした。まあどうでしょうね、結構ポンポン答えちゃってうまく答えてるかなって不安ではあるんですけど、本当にいろんな質問いただいたんで、なんか定期的に例えば恋愛系でやりますみたいなのをインスタのまた募集したりだとか、今日はなんかお仕事系でとか、人生系でダイエット系でスキンケア系でみたいな感じでちょっとこう
分けてまたそれを YouTube としてやっていくのもありかなと思ったので、そういう方法でまたやれたらなと思っております。本当に皆さんたくさんの質問ありがとうございました。はい、というわけで今日はですね、質問をお答えするっていう動画だったんですけど、最後まで動画見ていただきありがとうございました。とっても長い動画だったんですけど、また次回もですね見ていただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。